バイクロケイエーイ。めちゃくちゃこれいいわ。いいのがあったんだけどね。でもね、早く言ってくださいよ。言ってくださいよ。うわすごっ、何これ何これ、すごい。あ、お邪魔します、失礼します、こんにちは。すごっ、地下の秘密工場、地下もあるんだ。あ、じゃあ失礼しよう。いやあ、こよモトグッチ、森さん飛んでますね。なぜこういうあのマシンになってるかっていうと、まあ、第一次大戦の時に3人 の、 その、まあ、イタリアの兵士です、ね、うん、が戦争が終わったらオートバイのモーターサイクルブランドを作ろうねって言ったんですけど、そのうち、まあ、1人死んでしまって、でもう2人であの夢のブランドを立ち上げたっていうのが1921年。すごい。でここがやっぱその、あ、本当だ、100周年のステッカーが、すごい、もうなんかオーラが違う。一応地下はあのちょっと今エンジンかけまして当店とね、本部の初公開で、通常はちょっと地下は来れない。あ、そうなんですか。特別が大島ゆかりの乾杯の YouTube でいいんですか。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、何これ、ちょっともうなんか恐縮。怖いよ。ちょっと一周していいですか。いや、なんか私にはもったいないって思っちゃうな、これは。いやー、またがっても良いでしょうか。ドキドキする。お、あ、全然いける。いや全然乗れる、思ったより全然足つきいいです。すごくないですかこれ。いやー、言葉を失うわこれ。じゃあちょっとかけてみます。縦置きのエンジンなんで、はい、普通ハーレーとかって横置きだから、うんうんうん、鼓動感っていうのはこっちの方が本当は実はあって、アイドリングの時にこういう揺れがあるぐらいなんで、すごいですね。で、はい、長めに押しちゃっていいですレベル高。いや怖いよ。はい、ありがとうございます。ふぅなんか生きてた、生きてる。バイクが、私は生きてる、なんとか、うん、バイクが生きてる。なんか喋ってたもん、すごい。え、なんて、なんか若造って言われてる感じがさ、お主まだ若造だってすそんな必死な方ではなかった。なんかね、今までそのこの子とかバイクの子って言ってましたけど、この子とか言えない、なんかこの方、この方って感じ。すごい年上のダンディですね。ダンディな紳士ですね。でも元々って本当ジェントルな感じで、うん、
そのキャラキャラしてないんですよ、うん、そんな感じはする。もうなんか気品がある。すごいな、だからバイクはすごいんだよな。同じバイクで一作りにできないでしょ、さっきのレベルと。これとこれを比べてどっちですかっていうことじゃないじゃないですか、まあ、最終的にはそうなんだけど。でもかっこいいね、本当にダンディーを見た。いや、お気に召すどころかの騒ぎですが、いやそう、全然降りたくないもんだって。いや格が違う、すっごいわこれ。ちなみにおいくらなんですか？90万ぐらい。あー、紳士ですね。ダンディ。見た目紳士だなと思ったけど、サウンドが意外とこう攻撃的とか攻めてる感じがする。現役バリバリのなんかちょいわるおやじみたいな感じですね。見た目そう、あの本当にジローラモみたいな。ジローラモみたいなバイクですね。はい。衝撃。見たことなかったモッドグッチの。ちょっとダンボホース的な。ねえ。モッドグッチ絶対おしゃれですよ。おしゃれ。イタリア車ですし。めちゃくちゃおしゃれ。でそれのシルバー版がこれなんですよ。ああそうなんだ。びっくりした、誰かと思った、マネキンだった。全然シルバーだとイメージ違いますね。ちょっとクラシックになるけど、さっきは逆にネオクラシックでちょっとモダンさが入ってる、うん、全然違うイメージが。でもこれはこれで私すごくこうなんかちょっグレーな感じな 色味はこれはこれで大好き。使いやすい感じがする。慣れたのか。女性らしさはね、なんかこの色味がね、このグレーというかシルバーというか、この色味はすごく好き。今のネイルの色ともなんか合ってる。これはこれでいい感じですね。全然違うじゃん。全然違うじゃん。対極ですよね。全然違うじゃん。また全然違うわこれ。はい、もう最終的にこの商談スペースとおぼしきところに座ってるのが本当怖いなって思うんですけど本当怖いなって思うんですけど、あの大変刺激的でしたね。で想像していた100倍ぐらい楽しくて興奮した結果をしたすいません。いや本当楽しかった。最後ずるいよね、エンジン音までエンジン音とあの鼓動まで感じさせてくれる出会い。おっしゃったバイクはどれとどれ。元口はもうなんかドキドキした、恋のドキドキだった。あれはなんか圧倒的な心拍数の上昇を感じた。レブルは仲良く、すごく仲良くなれそうな感じはするけど、恋のドキドキではなく、すごく仲のいい友達、親友になれそう。両方必要じゃないですか。だから比べられないんですよ。レブルは親友なんですよ。一応いろんなバイク見ましたけど、この店でバイク、はい、今日買いますか。さすがに今日の今日で購入はないかな。だってその日会った人と付き合わないでしょ。だってその日会った人と付き合わないでしょ。そんな軽い女じゃない私、うん、その日会った人と結婚しないし、その日会った人と付き合わないし、その日会った人と親友にもならないので、今日はちょっと温め、持ち帰って温めて。じゃあ、はい、あれですか、このバイクの
シリーズは続く続く続続、はい、何よりも私の中で今日一番の衝撃は佐藤さんが当院だったっていうことなので、これからもちょっとお世話になると思いますが、よろしくお願いします。楽しかった楽しかった、こんなに楽しいと思わなかった。続く。大島さんと2度くらいお会いしてます。マジか、え？どこでですか？一つはニュースジャパンで、バイクがちょっと最近売れ行きがいいって言った時に、はいはい、スタジオにバイクを並べた。はい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 。あの時のなんだ。なんかね、多分その写真とかあります。マジか、怖いからいいです、見ない。13年のあれ何月だろう、めっちゃ可愛いです。そう、懐かしい。髪短いですね。短っ。懐かしい。そう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 、若っ。おお、過去をねちょっと消したいって。いやー、だから同一人物じゃないっすよね。やばいっす。これだって今横で見ても分かんないもん。やばいっすね。どうしたんですか今これ。でもこれはね、ほら首輪してるわけじゃない。ちょっと、いや、それは分かりますけど、それは分かりますけど、同一、ね、またでもここで同じ大会っていうのは、はい、嬉しいです。こうなるとね、いや2人とも全然違いますね。いやー、分かんないもんだな。いや、今日は本当にありがとうございました。